ホセ・ビジェガス・コルデロは、スペインの画家である。歴史画や風俗画を描いた。セビリアの理髪店の経営者の息子に生まれた。16歳になった1860年に、セビリアの展覧会に出展して、作品の一つが2000リアルで売れたことから、家族も画家になることを応援するようになり、ビジェガス・コルデロは、画家のホセ・マリア・ロメロ・ロペスの弟子になり、2年後セビリアの、 王立美術学校に入学した。美術学校では、エドゥアルド・カノデラ・ペニャに学んだ。1867年に、マドリードに移り、フェデリコ・デ・マドラーソの工房で働いた。マドリードのプラド美術館で17世紀の画家、ディエゴ・ベラスケスの作品を模写して修行した。当時人気のあったオリエンタリズムの画家、マリアヌ・フォルトゥーニに影響を受けて、モロッコに旅し、スケッチを描き溜めてきた。 1868年末、友人たちとローマに留学し、スペイン出身の画家エドゥアルドロサレスの工房に滞在した。ローマで最初の風俗画を描き、人気になり、モロッコから持ち帰ったスケッチをもとに、オリエンタリズムの作品も描き、さらに資料を集めるために短期間モロッコを再訪した。オリエンタリズムの絵画に人気は高まり、歌唱の手によって広範囲に宣伝された。 1877年からは、しばしばベネツィアで活動し、裕福なアメリカ人の顧客に気に入られるような作品を描き、商業的に成功し、1887年までに屋敷を建てて、屋敷には上流階級の人々が集まるようになった。1878年にスペイン上院から装飾画を描く依頼を受けたことから、歴史画も描くようになった。 1901年にプラド美術館の館長に任じられて、ローマのスタジオを閉じてマドリードに移った。1918年まで館長を務め、肖像画家としても働いた。ありがとうございます。